愚かな願い、シャルル・ペロー。昔々あるところに貧乏なキコリがいました。キコリはあんまり生活が苦しいので、いつも神様は俺を助けてくれない、願っても無駄だと嘆いていました。ある日、キコリが森に行くと、突然目の前にゼウスが現れて言いました。神が願いを叶えてないだと？よかろう、神の名において約束しよう。お前が最初に抱く三つの願いを必ず聞き届けてやろう。キコリは喜んで家に帰り、神さんにこのことを話しました。あんたよく考えるんだよ。ゆっくりと一晩考えて願い事を決めるんだよ。キコリはそうだなぁとうなずくと、体を休めながらワインを一杯飲みました。ああ幸せだ、こんな時にソーセージがあったらさぞワインもうまいだろうに。するとたちまち一応のもある一本のソーセージが現れました。それを見ておかみさんはびっくりして金切り声をあげました。あんたあんだけ言ったのに、なんでしょうもないことに願い事を使うのよ。キコリも後悔していたのですが、おかみさんがあんまりうるさいのでこう言ってしまいました。うるせえぞ、こんなソーセージなんかお前の鼻にくっついちまえ。ゼウスは即座にこの願いを聞き届けました。おかみさんの鼻に長い長いソーセージがぶら下がったのです。キコリはおかみさんの姿を見てまたも後悔しました。最後の願いは王様になって贅沢な暮らしをしてみようとも思うが、今のお前はそうは思わんだろう。ゼウス様、ソーセージを消してください。こうして三つの願いはすべて叶いました。分別のない人、そそっかしい人、心配性の人、コロコロ意見の変わる人、こういう人たちは願い事をするには向きません。そんな人たちは、せっかく神様が願い事を叶えてくれると約束しても、使いこなせるものはほとんどいない、というお話でした。おしまい。補足。1693年発表、三つの願いというタイトルでも有名な童話です。ペローの童話はグリム童話と同じ話が多いことで有名ですが、話の終わりのほとんどに教訓が加えてあるのが特徴です。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、四代目ケンケンでした。